です。今からね、千葉県行ってきます。で、おいっこじゃね、めいっこの家ですね。めいっこが、千葉へね、嫁に行ってまして、いつもですとね、東京の姉の家から姉が米運ぶんですが、今年はなんか、コロナなんで行きたくないっていうことなんで、ちょっと私がね、代わりに運んできます。で、成田空港の近くですね、千葉県成田市まで、これから行ってきます。で、ちょっと足伸ばしますとね、九十九里浜へ行けるんで、最終目的地は、山武郡の、九十九里町か。それで、今ね、ネットで調べましたら向こう島とかね、何屋って言ったかな、何軒かあのその海鮮料理のね、美味しい店がありますので、そちらへ行っていきたいと思います。そのね、道中の様子なんかもね、動画撮りたいと思います。じゃあ行ってきます。今向こう島に来ました。浜焼きですね。向こう島の浜焼き、今焼いてる食品です。浜塗りとイカですね。イカはとりあえず注文しました。いただきます。はい、これがね、浜塗り、焼き浜塗りと焼きイカですね。で、今、イワシを注文しに、イワシが来ました。いらっしゃいませ、どうぞ。これさ、ゆうこさ、身のついてる方下にしないとダメなんじゃね。なになに、これ、身のついてる方上になってるよ。その浜塗り、浜塗り、うん、これ上下逆。今、変わるといけないから。まあいいや、細かいこと言わない。食べますよ、はい、今変わるできないから、うん、すぐなくなる。次、次でやろう。あ、そっかそっか、うん、はい、いやいやいや、あんまりこう細かいこと言うとね、焼きハマグリが飛んできそうだから。元気だね。やってられねえ。本当に食べろ。食べれ。うん、あの、カニ持ってんのがね、嫁なんでね、置いておいてきてるね。ここで魚を取って。千葉から栃木まで130キロ。4日歩けば。卵食べて。はい。まあ、そんなわけで動画の方へ行こうと思います。はい、じゃあ食べてる。はい、イワシも、ね、結構美味しいですね。こういう高いのね、イワシも、ね、結構美味しかったです。はい、順番ね、逆になっちゃいましたけど、向こう島です。浜焼き、海のグルメか、向こう島へ行ってきました。でね、しっかりとね、カレンダーももらってきましたんでね、これから、成田のね、めいっ子の家に向かいます。はい、4時50分かな。はい、無事栃木に戻ってきました。往復約200キロ、200超えちゃったかな。はい、ドライブでした。お付き合いありがとうございました。